飼育員が、とどに餌を与えるゴマフアザラシオホーツク水族館は、2002年まで北海道網走市に存在した水族館である。クリオネの世界初飼育で知られる。水族館は、網走国定公園の継承地、2岩海岸に位置し、オホーツク海に面する。施設は、水族館、海洋哺乳館、観覧場、店舗などがあった。展示生物は、 北方系水族が中心ということで、サケやタラバガニ、オオカミウオや風船ウオなどのオホーツク海に生息する水産生物及び流氷と関わりのある生物等を中心に約150種、約1万点を展示する。水族館にはシームレス海洋水槽を中心に25個の水槽を配置し、また海洋に関する標本室及び資料も備える。 アザラシのプールなど、怪獣の展示スペースも存在し、ラッコ、トド、オットセイ、アザラシ類を飼育し、2000年からフンボルトペンギンを飼育した。また、しばしば野生のアザラシやトドなどの怪獣を保護飼育し、海に帰している。園の入り口近くで、ゴマアザラシに餌付けが行える。1981年に、オットセイ館が1986年に、 ラッコ館がそれぞれ開館している。また、オジロワシやオオワシも展示飼育していた。ラッコやペンギンなど各種の動物飼育施設を新設、改修するために、アバシリ市や北海道庁、日本自転車振興会、日本宝くじ協会から補助を受けている。水族館には遊園地も併設された。開園当初の名称はアバシリ公楽園と記録されている。この 館外遊戯施設には子供向けのメリーゴーランドや電車、ムーンドケットなどの遊戯施設があった。閉鎖後に、網走市議会議員は網走市内唯一の遊園地だったと紹介している。付近は小説の舞台にもなっている。作家、三浦綾子の続評店において主人公、陽子が立った流氷原は網走の分泌業、菊池圭一によると右手に 帽子岩が見え、宿のすぐ前が流氷の海というから、そこはおほうつく水族館の前であろうと考えている。高橋喜一郎の番、来では、水族館前の日津岩海岸やホテル、おほうつく層が舞台となっている。また、日津岩海岸は、1990年から網走市民有志がのぼりを行う場所でもある。 1951年頃には水族館設置が協議され、5年後の1956年2月15日に、網走水族館設立規制会が、当時の網走市長、有末三郎を会長に結成される。そして、日本全国で10館目の水族館として、オホーツク水族館が1956年6月1日に開業した。経営は、 財団法人オホーツク水族館が1956年から行った。1956年12月21日にはオホーツク水族館は博物館法による登録を完了させている。1966年6月15日に水族館の新館が増築されて落成を迎えた。また、1973年8月31日から増築工事に取り組み、 翌1974年4月27日に完了した。なお、この1974年にオホーツク水族館は年間最高入館者数18万人を記録する。オットセーブ・ーパールーパーなどラッコの展示開始水族館としての魅力を高めるために、1986年6月14日に水族館の開館30周年記念事業としてラッコ館が 建設着工される。七月二十八日、日本国内外の企画に沿って、落語館の建設が進み、また、十月一日からは、網走市内で、水族館に仲間入りする予定の落語を、産後総合ともにデザインしたタバコ、マイルドセブンが、限定発売されたりしている。そして網走市などの支援を受けて、同年十月十日に、米国のアラスカから落語四頭を、 約2000万円かけて搬入した。また、同時に子供へのプレゼント用を記念ワッペンとキーホルダーが作られたりもしている。ラッコたちは10月18日から一般公開された。1987年4月12日にラッコの繁殖に成功し、子が誕生する。体長35センチメートル、体重1.5キログラムであったが、 5日後の4月17日に死亡した。このアクシデントとは関係なく、ラッコの人気でこの夏の入館者数は急増している。このラッコたちは、館のシンボルとして、水族館への交通案内の標識のイラストにも描かれるようになった。1988年4月20日、2頭のラッコの子が誕生する。翌1989年7月15日にも、 ラッコの子が誕生する。8月14日に赤ちゃんラッコがラリーと命名される。8月10日には水族館に日本動物園水族館協会から繁殖賞が贈られる。さらに1990年11月28日にもラッコの子が2頭誕生し、翌1991年5月4日にラッコの命名式が行われ、コッキーとマリーに決まった。 マリーは後に最後の一頭となる。ラリー1989年にオホーツク水族館で生まれたラッコのラリー7月から1994年。父ラク、母リリは生後40日で母親が急死し、オホーツク水族館で世界で初めて人工保育により育てられる。飼育担当の鈴木イムが保育をした。ラッコの人工保育が難しく不可能とされたのは、 1>, 1日に何度も毛づくろいをしなければならないためだが、これはヘアドライヤーを使うことで解決した。また、はじめはミルクをなかなか飲んでくれず、ミルクに細かく切った魚を混ぜてお粥を作ったりと、飼育員は寝食を忘れて様々な工夫を行い、ラリーの命を繋いだ。この人工飼育例は、学術的に大きく評価されている。また、このコラッコの話は、頑張れ。 赤ちゃん略古のラリーという児童本に書かれ、また数年後には絵本、大きくなれ、ラリーにも描かれた。その後、ラリーは1990年に海遊館に移送されたが、1994年に心不全で死亡した。絵本の後期に、館長の本間保つは、命の大切さ、諦めず手を尽くす大切さを教えてくれたラリーのことは、 いつまでも心に残ると思うと記した。網走市にあるクリオネ通りの表示クリオネは1990年代に網走市内で見つけられた。2月中旬に網走の主婦が北浜海岸を歩いていたところ昆布に付着した赤い生物を見つけ水族館に連絡が行ったことに始まる。当時は クリオネは深海にいると思われていて、なぎさでも採取できるということで話題となったりしている。水族館は1993年には貝殻を持たない巻貝の一種、クリオネの飼育に世界で初めて成功し、1993年4月28日から流氷の天使のキャッチコピーをつけて日本初の展示を行う。館長の本間保が流氷の天使を命名した。 水族館はクリオネについて暖かくなり流氷が北に去ると共に姿を消す謎の多い不思議な生物だと紹介している水族館はクリオネの通年展示を実現したため一躍有名となり入館者数も増加しまた各方面から注目を集める人気にあやかって1995年7月26日水族館と網走刑務所は共同で 同所製のクリオネグッズを売り出している。また、1996年2月6日には、記念切手のふるさと切手にも登場し、全国で一斉発売され、さらに、同年4月10日には、JR 和走駅において、クリオネと芝桜のオレンジカードも発売され、さらに同年6月17日には、クリオネのテレホンカードが水族館内で、 販売開始されている。また、1997年10月19日には、網走市の市政施行50年記念として、ふるさと絵本、また来たねクリオネさんが3000部印刷され、修学前児童に無料で配布されたりしている。さらに、1999年1月15日には、クリオネを使い、森花江がデザインしたネクタイ300本とバンダナ2000枚が水族館など、 アバシリ限定で発売されると、マスコミに報じられると、開館前から行列ができ、瞬く間に売り切れたこともある。森は1998年2月に、アバシリに訪れ、水族館のクリオネを鑑賞している。また、2001年の年賀はがきに、クリオネが使用されたりもしている。館長の本名田もつは、クリオネ商品について、アバシリの知的財産として利用が期待されるとしている。 また、1993年8月9日には、ガングメーカーのヨネザーとオホーツク水族館とが、クリオネの商標と衣装登録券の使用契約を締結した。翌1994年4月28日、1994年シーズンの展示の目玉が、流氷のキューピット、リマキナだと伝えられ、同年11月1日には、オホーツク水族館から、 クリオネの降雪写真が初めて公表されている。また、クリオネの捕食について、本間は、クリオネは妖精というより怪物です。見ていると頭の部分が開いて、6本の鍵型の触手が伸びて、エビの妖精を捕まえて食べるんですという話をしている。水族館は商標にも力を入れる。特許庁に出願中の、 流氷の天使クリオネの一部が1996年9月25日に商標登録され、1998年4月28日に風船クラゲを商標登録し、そして1999年3月31日にはクリオネの商標登録が認可されている。さらに1999年8月7日にはクリオネに続いてウリクラゲ、風船クラゲ、 風船魚、リマキナを商標登録していたものが認められる。商標権のある登録名は、流氷の天使クリオに及び、クリオネなどのほか、マリンキューピット、リマキナ、虹色の宝石、風船クラゲ、海のネオンサイン、ウリクラゲ、風船魚などである。これで、水族館が保持する審査中を合わせた商標権を持つ登録名は、約20種となった。また、 風船魚には北の UFO もある。クリオネに続いて水族館は新たなスター探しも行う。2000年5月には飼育観察していた団子をかの風船魚とナメ団子を日本で初めて孵化させる。風船魚は越年飼育が難しく、約2000匹が孵化したうち2001年春まで生き残ったのは250匹だった。 2001年4月29日の網走新聞は、風船魚、今シーズンの見物だと紹介し、また、同年8月1日には、水族館が公募していた、風船魚のワンポイントマークが選定されたりもした。風船魚については、水族館プロデューサーの中村元によると、クリオネに次いで、風船魚が北海道初のブレイクをすると期待したが、飼育が難しいこともあって、 ブレイクはしなかったと残念がっている。フンボルトペンギン水族館は新しくペンギン展示車を作り、2000年4月24日、シリ市の補助を得て、小樽水族館から移入した、フンボルトペンギン10羽が到着し、4月28日から公開された。シリ新聞は、ペンギン展示について、同等や、近郊の客、子供に、人気と書いている。ところが、 2000年にラッコ2頭が相次いで死亡してしまい、1頭になってしまった。最後の1頭となったラッコのマミーはこの場での飼育は諦め、2002年2月28日に繁殖に役立てるために茨城県のアクアワールド大洗いへ移送されてゆく。13年間のラッコの飼育について、館長の本間保つは野生動物の奥深い飼育の難しさを経験した。 特にラッコがこれほど困難だとは予想を超えていた。飼育担当の職員もよくやった。これまでに得た飼育のノウハウやデータを今後に活かしたいと網走新聞の取材に話している。また、網走新聞は本当に残念と伝えている。マミーが移送されて空き家となったラッコ館は2002年4月20日に大阪の海遊館から私有一つ外の コツメカワウソが空路で移送されて新生活が始まり同年4月27日から北海道内発の一般公開がなされている繁殖を期待されまたゴールデンウィーク明けのあわしり新聞は早くも人気となったと伝えるまた2001年にはカナダの北極圏のクリオネの展示を行う北極海のクリオネはオホーツク海産よりも大きく水族館において 比較展示された。この北極海のクリオネがオホーツク海のものより一回り大きい理由を館長の本間保もつは北極海は時期が夏で餌が豊富だからと考えている。北極海のクリオネは海遊館を経て水族館に送られた。しかしこれらの取り組みは大きな集客像には結びつかず2000年から入館者数が10万人を割り込んでいた。 施設の老朽化などが原因と言われる。2002年7月31日に財団法人オホーツク水族館は今年8月末での水族館の閉鎖を決定した。翌月18日に1956年6月の会館からの延べ入館者数が600万人を超えたものの惜しまれながら31日に閉鎖となった。市議会は同年月日に 水族館の鳥類以外のほとんどの飼育動物たちが捕獲に譲渡されたことを公表した。また同日に水族館は飼育していた天然記念物のオジロワシを帯広動物園に移送している。最終的には飼育していたアザラシやトド、ペンギンなどの怪獣はオタル水族館に、また魚類はノシャップ水族館に、 そして4匹いたオジロワシやオオワシなどの鳥類は、炎山動物園をはじめ、旭山動物園、帯広動物園、釧路市動物園に引き取られた。2002年11月6日に、財団法人は、水族館は生産するため、水族館施設を関西梱包株式会社に買収してもらう。また、翌2003年3月20日に、 あばしり市議会が担保権のない貸付金1億5000万円を返済免除する決議を行った。2003年9月20日に、本間保つ、元ホーツク水族館館長が脳一血のため死去する。本間は水族館閉鎖後の残務整理のため、水族館のそばにある社宅で暮らし、自宅で寝たことはなかったと、読売新聞が伝える。本間の電気は、 北海道の歴史を刻んだ人々を記録する北海道百年物語第5集にも収録されている。また、本間は1997年8月8日、環境庁自然保護局長から表彰されたこともある。2008年の北海道教育大学は網走市の観光の状況について平成14年を境にして急速に観光客の足が遠のいている。 これの原因は、アバシリ水族館の閉館と流氷の減少が問題だと思う。平成14年に閉館したアバシリ水族館は、アバシリ観光の大きな目玉で、閉館したのはとても大きな痛手だった。これにより二つ岩方面への観光がほとんどなくなり、古くから、ある商店街などには観光客が入らなくなってしまった。と論じている。水族館は開館当初から、 赤字退出で1億3500万円の累積債務があり、1994年度には阿波市から1億5000万円を無利子での貸し付けを受けている。援助を受けて一時的に経営は安定したが、入管者の減少とともに1998年度から再び財務内容が悪化した。団体、ありがとうございます。